尊延法神皇将平11年9月23日は、昌霊院第十七世門関。伏見天皇の第六王子。母は、三好春光の娘。署名は、森彦神皇。尊延入道神皇とも、延教元年に、青霊院に入り、延教三年に、神皇宣言を受ける。延教四年訪問に入り、なお尊延と改めて青霊院門後に就任した。 しかし、当時の正連院は、門跡の地位をめぐって二つに割れており、しかも大閣寺等が、亀山法王の御子でもう一方の派閥に属する、児童法針王を推していたことから紛争に発展している。昭和三年から元徳元年まで、門跡官僚を止められて、児童が門主とされたが、鎌倉幕府の働きかけによって出された、五代五天皇の臨時によって、再び門主となり、 元稿元年には、天台札に任じられている。この前後4回にわたり、天台札となり、その間4天皇寺別等を歴任している。五代醐天皇が、鎌倉幕府を滅ぼすと、孫延の門籍官僚が止められて、再び児童が門主となるが、兼務2年になって、五代醐天皇の直祭による仲介で、児童が孫延を弟子として迎えて、門籍の地位を譲ることになり、 その後の剣武の乱による、後醍醐天皇の吉野山退居にもかかわらず、児童が約束通りに孫園を後継者として、少年院やその官家の寺院を譲渡したため、鎌倉時代初期から続いた少年院の内紛に終止符が打たれた。和歌をはじめ世存寺雪草に学び、雪草が南朝方として北国の金沢で戦死すると、その弟行員に学んだ。 尾の豆腐、藤原光勢などの上代様の処方を研究、それに、南宋の超速度の処風を加味し、孫炎流、または、少年院流と称される処方を作り出した。ありがとうございます。